はい、というわけでね、次はマイクラ。はい。アパしんどいから。これあれやな、もうちょっとここを、あれやな、ちょっと出っ張りを加えたら面白いかもしれない。このキーは切ってもいい？まあ、ええよ、別に。え？どこのキー？ここのキー。まあ、いいやん、別に。そこを切ってもいい。あと、大ちゃん、あれ、一回アイテム預けてるからな、サーバー壊れた。Java、データ壊れたらあかんように全部置いているけど。第3やが毎回実績解除される。うん、それ毎回やからしゃあない。大ちゃん、うん、とりあえずここにフェンスを設けておくぞ。なんていうか、ここにフェンスを設けたらもうここ入れねえじゃん。危ないところにはフェンスをしよう、大ちゃん。わかりましたか？はい。わかってないですね。わかってないですね。あ、これ半ブロックやんけ。ここはいい。階段で済ませれるところは階段で済ませてくれ。なぜ毎回半ブロックでとりあえず済ませてんねえな、ここらへん。スライムいっぱいおる。スライム、スライム、スライムいっぱいおる。なんでスライムこんなにいっぱいおんねや。スライム、ほら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 、ほら見てみ、あの豆柴みたいなやつ。豆柴。とりあえずスライムボール取っとくわ。あれ、あれ、なんか溶岩に焼かれて死んだやつがおるみたいな。うわ、こっちめっちゃ暗いやんけ、大ちゃん。なんでここ断言しないんぞ。
もうちょっと奥まで探検してくれよ。一箇所じゃなくて。めちゃめちゃ暗いかな。ゾンビおるやん。で、ビルダーパーク手に入れたけど、なんか手に矢持ってるみたいになってるやん。矢食らって。なんかすごいところにおる。剣はもったいないな。なんでそんな局地的な探検しかしないんだ。いや迷いそうやつ。なんじゃそれ。出て出て。なんか攻撃やってる。痛い。すんげえ豪華な地下になったな。クッション。あそこあそこ。黒いやつ。あ、ゾンビと対面した。え？ゾンビ。ほらほらほら。なんで外で戦っとん。意味わからんことすんなよ。苗で戦ってる。なんで苗で戦っとん。意味わからんや。あ、死んだ。なんでやねん。大ちゃん死にすぎよ。アイテム回収ができる。なんで？なんでアイテム回収できる？
地面と強く衝突してしまったって。プルシュタイマー、ゾンビと戦っててさ、うん、あのゾンビと勝って、あ、よかったって思ったらさ、足踏み外しちゃう。さえあれば何でもできる。てか大ちゃんどこにおんの？あんた。外。なんで外で戯れとんねん、他の敵と。気を切ってて。じゃあそれ。ここは危ないよ。この変な溝のせいで俺死んだ。多分大ちゃんが開けたであろう溝。ちょっと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 、なんか上で爆発する音がしたな。なんかいきなり横でドカーンとか言って誰かがダメージ食らった音がしたな。いきなり横におった。なんじゃそれ。また半風呂かよ。もうめんどくさいな、ここの作りは。半風呂どんだけ使うねん。あれー、後ろから攻撃された。薄暗い。置いたと思っても敵おるからです。